元 AKB48 のタレント板野友美、31か12日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、侍ジャパンの夫でヤクルト高橋奎二投手、25に声援を送った。高橋はこの日が WBC 初登板。好投の山本由伸の後を受けて5回に登板。板野は一塁側の内野席から撮影したと思われる。高橋の名と写真が写された球場内のビジョンとグラウンドの写真を投稿。高橋の愛称である、ケケと綴った。板野の応援の効果か、高橋は2回を投げ1安打無失点2奪三振の好投を見せた。板野はパリコレのためにフランスに滞在中だった6日の強化試合の時にはツイッターで、大谷選手すごすぎます応援フロムパリと綴り、4回から高橋が登板。好投を見せると、ほっとする顔や、拳、ハートマークなどの絵文字を投稿していた。